こんばんは、ゆうかです。今回の動画はゴールデンウィーク中に募集させていただきました週末のガンプラ発表会にご投稿いただいた作品のご紹介をさせていただきたいと思います。思ったよりたくさんの方にご投稿いただいて本当に嬉しいです。一つの動画にはまとめきれないので4つの動画に分けて投稿させていただきたいと思います。ご紹介させていただく順番は私が投稿を確認できた順番にさせていただきますので、その点ご了承ください。たくさんの力作をお寄せいただきましたので、投稿いただいた方もそうでない方もぜひ楽しんでいってください。それでは本編をご覧ください。写真とコメントを見ながらご紹介させていただきます。2人目はミスターポポさん、いつもコメントくださってありがとうございます。ドラゴンボールで聞いたことのある名前な気がします。動かない箇所を動くように改造したっていうことですけれども、リアルグレードのナイチンゲールは大きいので、マスターグレードのシナンジュの足の付け根のサイズがちょうど良かったんでしょうか。大きさの違いも考慮して改造していかないといけないということなんですね。勉強になります。ネットで今素組みの状態のリアルグレードナイチンゲール出ているんですけれども、筋彫り追加とディティールアップとデカールもしっかり貼られていて、ミスターポポさんの作品はすごく高級感がありますね。色合いも含めて大人のガンプラっていう感じがします。3人目は京熊さん、アストレイレッドドラゴンというキットがあるんですね。初めて見たんですけれども、頭の部分がすごく独特な形をしていますね。日本刀に桜のデカールが生えて、まさに和の雰囲気が出ていますね。もともとついている日本刀とこだわりの桜のデカールはもちろんなんですけれども、メタリック塗装のこの胴体の部分、すごい渋い色で、桜の可愛い雰囲気もあるんですけれども、メタリック塗装でグッと引き締まったかっこいい作品になっていると思います。4人目は瀬戸アットシップセブンさんです。ビルドファイターズの最終回の状態を再現したということなんですけれども、すいません、ビルドファイターズ私まだ見てなくってちょっとわからないので調べました。リアルグレードシステムの発光状態ということなんですけれども、関節部分ですとかこの青い部分が光っている状態になるということなんですね。塗装していないキットの状態ですとグレーになっているようですので、ここを青く塗ることで全然雰囲気が変わりますね。お気に入りの作品や機体で劇中の再現をするっていうのはガンプラの楽しみ方の醍醐味ですよね。5人目にご紹介するのはミヤノッチアットガンプラさんです。永遠にかっこいい旧フルアーマーガンダムカラーですということで、もともとのフルアーマーガンダムの色とは全然違うので印象もかなり変わってきますね。緑とオレンジの色合いがとっても素敵です。角が目立つようにグラデーション塗装もされているのでしょうか。私もこういう技術を身につけたいなってすごく思います。格納庫みたいな感じで収納もできるようになっているんでしょうか。すごいです。6人目にご紹介するのはアイザラームさんです。アイザラームさんもいつもコメントくださってありがとうございます。だいぶアップな写真が送られてきておりますが、現在タムタム大宮店にて展示中ということです。この動画が公開される時もまだ展示されてるといいんですけれども、ハイニューガンダムの元々のカラーよりもずっと引き締まったような色合いの構成にされているんですね。情報量の追加もかなりされているのかなと思うんですけれども、アップで見るとそういうところもよく分かって、でも全貌は見れない。これは見に行きたくなっちゃいますね。もし見に行かれる方は感染対策をしっかりして気をつけて行ってらっしゃいませ。7人目にご紹介するのはリンパパアットパパモデラーさんです。いやー、もうすごいの一言ですよね。ガンナーザクウォーリアーは私もいつか作りたいと思っているキットなんですけれども、元のキットと比べると本当に情報量の追加が凄まじいです。
プラ板から約3500パーツを切り出しということで、本当に苦労がどれだけかかったことかと思います。写真をズームにすることで浮き彫りになる遠近の違い、こちらズームにしてみましょう。近くで見ると本当に細かい、こんなところまで作り込んでるんだって感動します。私もいつかこんなにかっこいい作品を作れるようになりたいです。8人目にご紹介するのはゲオさんです。ボンジュールということでフランスの方のようです。海外からもご覧いただいてありがとうございます。傷を明らかにするために漆の技術を使用しましたということなんですけれども、ガンプラに漆も使えるっていうことなんでしょうか。装甲がまるで本当に剥げているかのようですごいです。私もウェザリングは好きなので、こういった技術真似させていただきたいなって思います。初心者ということなんですけれども、全然初心者には見えないです。私ももっと勉強して追いつきたいです。9人目は小桜 A シナモンさんです。いつも YouTube でナナシさんという名前でコメントなどいただいております。ありがとうございます。ラッカーの筆塗りということなんですけれども、筆塗りでこんなに均一に綺麗に塗ることができるんですね。私は筆塗りをやったことがないので、こんなに綺麗に塗れる自信がないです。奈落の優香に落ちる前に制作した作品ですということで、現在は奈落の優香に落ちてくださっているのでしょうか。いつも応援ありがとうございます。10人目は坊主さんです。お名前読み方間違えてたらすいません。ユニコーンシリーズが 1,2,3,4,5 5体ということで圧巻ですね。パーフェクトグレードのこの機体を複数作るっていうだけでもかなり心が折れそうですのに、船体としてカラーリングですとか LED を仕込んだりされているのって、本当にユニコーンへの愛がないとできないことだなと思います。並べるとこれだけ圧巻ですので、普段どうやって飾られてるかも覗いてみたい気がします。11人目はヨッシーさんです。某女子アナ専用機ということで、好きな女子アナの方がおられるようですね。筆塗りの村感も重厚感を出している気がしてとっても素敵です。女子アナの方をイメージしたカラーリングだからか、ワンピースを着ているみたいでとっても可愛い印象の作品だなと思います。12人目はケイさんです。文字入りの画像を応募くださって、とってもこの作品に対する気合を感じます。全塗装をされているということなんですけれども、胸とか足とかにビビッドな色合いが入っているにもかかわらず、重厚感があってとっても素敵だなと思います。私はポージングも下手だし写真のセンスもないので、本当に見習わせていただきたいです。13人目はカニパンさんです。カニパン EW 版さんでしょうか。いつも私はカニパンさんと呼ばせていただいております。旧ハイグレード、マスターグレード、ガレージキットといろんなキットをドッキングして作られているようです。この段階の改造でもかなりすごいのに、合わせ目消し、後はめ加工、フル塗装、技術がギュッと詰まった一作だなと思います。今回写真は1枚だけ投稿いただいたんですけれども、後ろ側ですとか横ですとか他の部分はどうなってるんだろうってすごく知りたいです。14人目はラさんです。すべてスプレー塗装ということなんですけれども、スプレー塗装でもこれだけ綺麗に仕上がるんですね。スプレーということはスプレー缶なんでしょうか。ちょっと私が塗装知識なくて申し訳ないんですけれども、この紫もスプレー缶で塗装したとは思えない、とってもいい色だなと思います。きっとこの色に塗装したいなと思って探されたのかなと思うんですけれども、この紫とっても優しい色合いで、この美しいプロポーションがとっても生きた素晴らしい作品だなと思います。15人目はヨシオー W さんです。ヨシオーさんかな、こんにちは、参加させていただきます、よろしくお願いしますということでありがとうございます。仕事のストレスを発散するために作ったということなんですけれども、ダメージ加工がすごくかっこいいです。
ジムナイトシーカーの頭を持たせてるのもとてもいい味になってるんじゃないかと思います。地面もちゃんと作って一つの作品として完結させていて、とても素敵だなと思います。ダメージ加工は私もやってみたいなと思うので真似させていただきます。16人目はロッケンさんです。ロッケンロックさんで合ってるのかな。いつも私の動画をモニター越しにこのベアカイちゃんが見てくれる写真を撮ってくださったりしていて、とっても嬉しく思っています。3段階変形からのギャンユニットと合体ということで、写真見た時え、どうなってるのって思わず声が出てしまいました。このベアカイもすごく加工がされていて、どんなテーマで作られてるのかもとても気になる世界観になっていますね。これは合体してるんでしょうか。私気になります。17人目はヨッシーさんです。ゆうかさん、いつも楽しく見てます。週末のガンプラ発表会参加します、ということでありがとうございます。立像っぽい色味で全塗装ということなんですけれども、パーフェクトグレードで全塗装は相当時間がかかったんじゃないかなと思うんですけれども、テーマを決めて塗装するのはすごく楽しいですよね。キットの LED は1分で切れてしまうっていうことで、すごく切ないですね。これは常時発光してた方が絶対にかっこいいですよね。私だったらきっとめんどくさくて1分で切れてしまうのをそのまま使ってしまうと思うので、こういう細かいキットへの愛とっても大事だなって思います。18人目はあきさんです。初めてのメキシングということなんですけれども、3つも合体させて作ってるっていうのは本当にすごいですね。私はミキシングをしたことがないので、スタイルをこう伸ばすっていうだけでもちょっとすごいなって思うんですけれども、ミキシングをすることで唯一無二の作品に仕上がってるなと思います。自分専用のモビルスーツ、想像するだけでとっても楽しそうです。私もいつか挑戦してみたいです。スタイルもいいですし、色もこだわって塗装されてるのがとてもよく伝わってきます。とってもかっこよくて愛のある素晴らしい作品だなと思います。19人目ですが、収録の際誤って飛ばしてしまいました。大変申し訳ございません。次回の動画で必ずご紹介させていただきます。20人目は平野翔太郎さんです。激しさ増す市街地戦をジオラマで再現ということで、壊れた建物の影に隠れて戦闘の機を狙っているようなところなんでしょうか。ジオラマは想像がすごい膨らんで見ていてとっても楽しいです。ガンタンクのなんて言うんですか、この巻き込むところ、なんて言うんでしょう、そういうところにも小石が乗っていたりして、とっても細かいところまで気をつけて作られたんだなと思います。2体ともウェザリングで黄色っぽい色合いを使っているのかなと思うんですけれども、長らく野外で戦いをしてきた機体なんだなって伝わってきます。市街地のジオラマを作るとき、ぜひ参考にさせていただきたいなって思います。21人目はマジオさんです。サイバーパンクとマシンネリング側の世界観を表現ということで、とても哀愁が漂うような作品かなと思います。ポージングもあえてこういうポーズをされてるんでしょうか。もし元ネタのあるポージングだったらすいません。旧キットなのでこんなに装飾はないと思うんですけれども、肩、腕、足にも配線が作られていて、サイバーパンク感って言えばいいんでしょうか。マシン感、メカニック感もあってかっこいいなと思います。世界観を決めて、ここにこういうものを取り付けたらもっと良くなるっていう発想ができること、とっても素晴らしいなと思います。私も勉強させていただきます。22人目はサザピーササさんです。グレーを塗り分けましたということで、グレーって白から黒に行く間のすごいたくさんの色があると思うんですけれども、その中でこの色のチョイスと配色を決めるっていうのはすごく大変だったんじゃないかなと思います。
私だったらすごい迷っちゃいそうです。デカールも G3 のデカールをちゃんと用意して貼られていて、すごくこだわりと G3 への愛を感じます。フレームパーツっていうんでしょうか、中の方までこんなに綺麗に塗装されてるんですね。私だったら見えるとこだけでいいやってやっちゃいそうなんですけれども、中までこんな綺麗に塗装されているとは感服いたします。というわけで今回は週末のガンプラ発表会第1弾のご紹介をいたしました。どれもすごい作品ばかりでしたね。気になる作品がありましたら、ぜひ動画内でご紹介している Twitter ID を検索してみてください。その方が他に制作されている作品が見れると思います。今回ご紹介しきれなかった作品については、第2弾、第3弾、第4弾と分けて投稿していきますので、そちらもお楽しみに。まだチャンネル登録が済んでない方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、というわけで編集講義です。もう自分のボキャブラリーの朝にすごく愕然としております。こんな感じのご紹介ではございますが、続きのご紹介も皆さん素晴らしい作品をご投稿いただいておりますので、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。